はい、どうも、こんにちは。俺、大きいんだよねーって大きさを自慢するやつ、硬さが一番重要なことに気づいてない。はい、ということでね、ゆうたでございます。しょっぱなからなんかね、下ネタをぶちまけてしまって、大音量で聞いてね、イヤホンをつけていなかった方たちはね、この動画を一瞬で止めたんじゃないんでしょうか、ということで、今回のテーマはですね、女子禁制です。はい。女子禁制です。女子禁制なんでね、今回のテーマ女子禁制にしたかっていうと、女子禁制っていう言葉を入れることによって、コメント欄の秩序が保たれるから。これね、女子禁制っていう言葉を入れなかったら、男子たちが攻撃を受けると思って、女子禁制っていうワードを入れさせていただきました。ということで、今回のテーマはですね、彼女の愚痴です。世の男子からですね、彼女の愚痴、またはね、女の子の愚痴ですよ。そちらを集めさせていただきました。ので、今回はこれを見ている男子たちで、共感していこうぜっていう話。で、もしね、女の子、見てないと思うけどね、女子禁制って入れてるから、その女の子が見てたら怒らずに聞いてほしい。なんて言うんだろうな、愚痴というところは言ってしまえば直してほしいところだから、その直してほしいところを直せばさらにいい女になれるっちゅうことやから、ポジティブに捉えてね、見てほしいなと思います。まあ女子禁制だから見てないと思うけど、ということでインスタグラムの方でちょっと待って、あのね、やべえのあったわ。いや、男だね。なんか男の愚痴って感じがする。まあいいや、とりあえずちょっと早速行きたいと思います。まず一つ目、ヒゲが生えてる。うわ、これ一発目からやばいの来たよ。これなんでやばいかっていうと、ヒゲが生えてるとか、毛の処理をしてほしいとか、まあ、そういう系のやつって、マジで女の子から批判来るのよ。女は剃らなきゃいけないっていう風潮あるのに、男は剃らなくていいって、これおかしくないみたいな。俺もね、その通りだと思うのよ。確かにおかしいと思うし、実際に俺もなんかちゃんとケアしてる部分はあるから、いや、男もやれよって思うところは確かにある。けど、まあ、剃ってほしいよな。いや、ごめんな、本当に。別にいいんだよ、謝んなくて。だって女の子見てないんだもん、これ。他の男とあんま関わらんといてほしいけど、束縛してるみたいで言えないよね。うん。別になんかある程度のさ、絡みだったら全然いいけどさ、その絡みがさ、ちょっと多すぎんみたいな時ってあるじゃんね。最近なんか多くないみたいなこともさ、言えないしさ、言ったらなんかめめしいみたいな感じで思うし、たまにめめしくないって言う女の子もいるじゃんね。だからなかなか言えないっていうのは確かにわかる。いくらなんでも上から目線すぎる。うわ、これマジでわかる。あのさ、上から目線ってさ、女の子もそうだと思うけどさ、マジで嫌じゃない？男ってさ、結構プライド高いからさ、これこうした方がいいよとか、なんでこんなこともできないのとか言われると、お前は会社の上司かってすごく思うから、本当に上から目線ってやめた方がいいんですよ。男の子って褒めて伸びるんで、みんな。はい、次。これがね、俺ちょっとね、おもろいなっていうか、男の子のあるあるだなと思ったのが、マッコ舐めさせろ。いや、これ本当にね、なんかね、ごめん。男の子だからこそね、これはね、共感する人めっちゃいるんじゃないの？その、なんだろうな。まあ、舐めたいよな。ちょっと待って。確かにな。俺はね、行きたい派なのよ。嫌だって言われたことももちろん昔あるから、その時はね、少し萎えた。っていうか、だいぶ萎えた。こっちは、がっつり行くテンションやねん、みたいな。そのテンション感が合ってない時ってしんどいよね。性に興味がない。まあ、これはね、難しい問題だよね。俺もね、この活動をする前までは、その性に興味がなかったりとか、そういうことをしたくない女子って良くなくねって思ってたんだけど、でも、相談を見ていく中で、本気でそういうことしたくないんですよとか、本気でそういうのに興味がないんですよっていうことに関して悩んでる女の子ってめっちゃいるなっていうことに気づいたわけよね。だから批判することはできないけど、できれば興味は持っていてほしいというか、たまにはなんかその変化球みたいなの投げてほしいって、わかる？わかるよな？これ男の子だったらすっごいわかると思うんだけど、教科書通りのそういうことをするんじゃなくって、たまにあっちからカーブボール投げてほしいみたいな。これおばあちゃんも見るのに。友達に男女の区別つけないってどういうこと？こっちからしたら友達でも相手が男は怖いんだよ。彼女側からしたら、いや、こいつは本当に男として見てないからみたいな。こいつはマジで友達だから信用してみたいな感じのことを言うんだけど、いや、確かにお前は信用してると。けど、その男が君のことを友達としてしか見ていないっていう保証はないじゃんね。もしかしたら異性としてがっつり見ているかもしれないっていう。その男が信用できていないんだっていう話だから、これ超わかる、マジで。未読無視するな、寂しいわ。これね、男の子でもやっぱいるんよね。LINE の返信が遅いことに関して、憤りを感じるみたいなね。男の子はよくね、未読無視とかしがちなんだけど、未読無視をされるのが嫌っていう男も、まあいるっていうことですね。俺何回も同じこと言ってる気がするけど大丈夫？彼氏持ちを隠すな。自分から話すくらいでいてほしい。うわぁ、隠されるのはしんどいわ。隠すって言ってもさ、小学校とか中学校とかだったらさ、まだ隠す理由わかるじゃんね。なんかからかわれたくないとかそういうのがあるから。けどさ、高校生になっても隠すとか、大学生になっても隠すとか、そういうのってさ、意味わかんなくない？俺と一緒にいることが恥ずかしいと思ってるから隠すんちゃうの？みたいな。男と絡みたいから隠すんじゃないの？みたいな感じで思うよね。いい子すぎてわがままをちょっと言って
ってほしくなる。これもわかるな。女の子のわがままとか、彼女のわがままって、最高に可愛くない？いや、そのわがまますぎるのはダメなんだよ。たまーにわがまま言ってほしいよね。彼女側からしたら、彼氏側に嫌われるかもしれないと思って、わがままを言えないんだよ。だけど、体調悪い時とかに電話をしてきてほしいとか、そういうのはやっぱ彼氏はあるんですよ。だから、僕の彼女もね、気使って電話かけてこない時とかあるんですけれども、体調悪い時は電話かけていいんだよ。可愛すぎて、隣にいるのが申し訳ない。別にのろけろって言ったわけじゃないので、この動画は。はい。そう勘違いしないでください。変態すぎてちょっとびっくりする。いいじゃん。女子でごめんなさい。彼氏の愚痴もお願いしたいです。はい、俺彼氏の愚痴以前にやりまして、概要欄からリンク貼ってあるのでしっかり見てください。一緒のバイトしてて洗い物した後の手が臭すぎます。ちなみに俺も臭いです。いや、ええやん。仲良く手洗っとけよ。仲いいな、一緒にバイトしてるなんて。あっちからお誘いが来ないこと。はい、このお誘いというものはデートのお誘いとかそういうのもあるけれども、性行為のお誘いが一番なんじゃないですか。男の子は求められたいよ、本当に。なんかたまには求めて。なんか女の子でもたまにね、その自分から行くのはすごく恥ずかしいとか、自分から行くと惹かれるんじゃないのかっていう風に思う人がいるんだけど、そんなことねえから、マジで。あるわけない、いないから。ごめん。昨日彼女が学校を早退し、家の鍵がないからと言い、他の異性の家に入れてもらっていたこと、どう思いますか？ちょうど不満も溜まっていた時だったため、別れも少し頭によぎりました。別れちまえ、そんなの。待ってろよ。っていうかさ、鍵がないからっていう理由で、中学生かどうかは分からんよ。高校生か小学生とかも年齢も分からんけど、いっぱいあるじゃん。時間をさ、過ごせる場所っていうのはコンビニとか、まあ田舎だったら分からんけどさ、でもさ、他の男の家行くのは違くない？それは普通に、うんこだよ、その彼女。おい、お前の彼女、うんこ。待って、これ、ちょっと待って、次読むやつさ、ちょっと結構ひどいけど読むね。いくよ。前儀地味にだるい。いや、俺は思ってない。俺は前儀大好きだから。まず言っとくけど、前儀を楽しめない男は二流やで、マジで。っていうのを言っとくけどさ、なんで、その、いいじゃん、前儀ってさ、女装みたいな。一番前儀が楽しいまであるんだけど、ちょっとこれは共感できないね。別にこれ女性のね、好感度上げようとしているわけではないけど。すぐ拗ねて、みんなに対して態度が強くなる。あー、なるほどね。なんか自分に対して態度が強くなるのはまだいいんだけど、第三者とか、周りの人に態度が悪くなるのは、確かに嫌だ。彼女いるだけでありがたいと思え。モテなさすぎて、愚痴どころか、命の水すら出なくなったわ。ごめんなさい。腕組む時にスイカが当たってしまうと息子がエスカバリーする。わかるー、本当にわかるー。あるあるなんだけど、腕組んでさ歩いたりとかして、でそれでもう胸が当たってるわけですよ。その時の息子はもうビンビン状態ね。ハグする時あるじゃんね。今日も一日ありがとう、じゃあまたねー言うて、それでお別れのハグしますよって時にさ、 BK してるわけだから、息子が。だから当たったら恥ずかしいじゃんね。普通だったらこうやってハグするじゃん。もうこうやってハグしない？わかる。めっちゃ中腰でこうやってハグしない？息子のできるだけ距離を置いてみたいなね。まあそういうことやってますけれども。デリケートゾーン臭いのに、いたす前にシャワー浴びてくれない。珍しいね。女の子でこういう相談っていうのはよく来るんですよ。男がなんか洗ってくれないとかね。女の子でもいるのか。確かにデリケートゾーンの匂いっていうのは気にする男子もいる。洗おうか。ない。女心理解してよじゃなく、お互い理解しようとするべきだと言ってくれた最高の彼女。ああ、よかったじゃん。可愛すぎて困るところが唯一の愚痴です。よかったじゃん。愚痴なんかない、幸せです。よかったじゃん。やっぱり愚痴ないな、最高の彼女っす。あ、よかったじゃん。帰らせてくれないという愚痴に値しない贅沢な愚痴。よかったじゃん。いい人すぎて逆に不安。2週間前から遊ぶ約束していたのに、4日前になって忙しいからと断って友達と遊んでた。腹立つ。こういうのを待っていたんですよ。今回は皆さんの幸せなエピソードを聞く回ではございません。はい、女の子ってなんかそういうことするイメージ強くて、僕もされたことがあって、シルバーウィークっていうのが実は昔あってね、それは何かっていうと、9月くらいかな、9月に10連休近く、いろいろ祝日とかが重なって、すごく長くなるっていう連休があったんですよね。それをシルバーウィークって言って、まあ、それが中学校くらいの時あって、で、僕は当時付き合ってた彼女とシルバーウィーク遊びたいなと思ってたわけですよ。けどその彼女っていうのが、本当に僕の誘いを断るわけだから、全然ね、遊びに行ってくれなかったのよ。だけど、10連休もあるんだから1日くらいは自分に使ってくれるだろうなって思って、その彼女に今回このね連休の中1日でいいから俺と会ってくれないっていう風に誘ったわけですよ。そしたら、わかった、じゃあ1日会ってあげる、だけど予定が決まらないからその連休はとりあえず開けておいてほしいって言われたんですよね。だから僕は誘い全部断って、その彼女のためにその10連休丸々開けといたんですよ。いつでも予定が入っていいように。連休が始まって何日かしたぐらいに、あさっての水曜日空いてるよって言われたんですよね。あ、よっしゃ、あさっての水曜日空いてるんだ、
じゃあその水曜日に全力で楽しもうみたいな。まあ結局ね、友達の誘いとか全部断ったけど、彼女と一日会えるだけならば幸せだって思ったわけですよ。でそれで水曜日になりました。水曜日の朝ね、いろいろ準備して、いや本当に今日楽しみだねみたいな感じの文章を送ったんですよ、 LINE で。そしたら、本当に今日楽しみだって、葛西と遊ぶもんみたいな感じのね文が来てね、いや葛西って誰っていうね、10連休ね、本当に白紙で終わったっていう僕の回があるので、ドタキャンする女性はね、みんな地獄に落ちるなんていう風に思っておりますけれどもね。ということで、今回の動画は以上でございます。僕のインスタグラムの方をフォローしていただいて、そしてですね、こういうアンケート。